小雪の小雪にリスキリング。皆さんこんにちは、山川小雪です。6月になりました。セミの葉月ですね。と言っても沖縄では2月ほど前にクルビズがスタートしてますが、そんなことを思いながらいつものようにロッテリア那覇安岡店で今日話す番組の内容を考えていました。私のお相手は先週の新発売の甘辛牛プロコギバーガーです。ロッテリアといえばどこのファストフード店よりも先駆けて出されたロングセラーのエビバーガーが好きっていう人が多いんですけども、私は肉好きなのでどちらかといえば甘辛牛プロコギバーガーが好きかな。注文カウンターにはいつものように店長の永峰徹さんが忙しそうでした。でも笑顔で仕事されてました。そういえば永峰店長も高校生の頃からここロッテリア那覇安岡店で16年働いているとおっしゃっていましたが、それをはるかに超える30年働いている女性で泊さんがいらっしゃるそうです。なのでキョロキョロしてしまってついつい名札を見てしまうのが癖になってます。さて皆さんは今の職場で何年働いていますか？同じ職場で長く働いているといろんなことが起こります。それでも長く働ける職場は人間関係も含め時代の変化で変わった新しい社会に対応できる力がある企業が多い気がします。それで今週は先週の続きですが、リスキリングの動機が環境の変化から来る相対的リスキリングのことを話してみようかなと思っています。それでは番組スタートです。リスキリング、先週はリスキリングをする目的には5つのパターンがあると言いました。まず収入アップを目的にした自発的なリスキリングの3パターン、この3パターンとは今の職場で副業で転職を意識しての3つです。今日は話をするのが先週に引き続き沖縄の企業が必要だと私が思う相対的リスキリングです。次の2パターンは環境から自然に意識した相対的リスキリングです。環境の変化や社会の傾向を感じたビジネスマンが仕事の幅を広げたい、働き方を変えたいと感じたのが出発点です。2007年のだいぶ古い資料になりますが、琉大の准教授、今は京都の龍谷大学の教授ですが、新豊直樹教授の言葉で沖縄の企業の脆弱性と人材不足の原因を低い企業競争力と人材育成の欠如だと結論付けています。気づきましたか？これ20年前のお話です。今はそれに拍車がかかってます。人材不足はご存知の通りですが、どんどんやってくる県外企業の沖縄進出を感じませんか？目に見えて分かりやすい飲食店もそうですが、 B2B の分野はすごいです。大学は学術研究を目的にし教養を学ぶ場ですが、私は某専門学校の教員です。 LINE などの IT 企業がそれぞれ求める人材を育てています。それだけに肌感覚でそれを実感しています。先週は車輪の再発見というキーワードを中心に話しました。車輪の再発見とは今ある既存のいい技術革新をリスキリング、学び直しすることなくアイディアから練り出し時間と労力を大量に消費するメカニズムです。成功すると自前主義という表現になりますが、元の技術よりひどい内容になることが多く、これを IT 企業だと四角い車輪の再発見と言ったりします。原因はリスキリングに疎い経営者や取締役と、保身で他人の技術を利用しようとするボトムアップ志向の個人利用です。経営者の視点は先週紹介しましたので
今日は多分一番多いであろうボトムアップ思考の個人利用について説明します。簡単に言えばフリーライドが目的の弱者が弱者を搾取するやり方です。他の人が時間と労力を使いリスキリング学び直しをし習得した技術を要点だけ教えてもらおうとする小さな権力者、皆さんの周りにいませんか？これはリスキリングしてスキルを取得した人がそのスキルを使う専門業務の有益な時間でなく単に教える時間へ当て、教わる人が一般業務の時間を学ぶ時間に当てる、ダブルの無駄を実行するものです。そもそもリスキリング、学び直しするほどの内容に数分で理解できるものはありません。せっかく個人のリスキリングを企業や社会の発展や成長のために使おうとしているのに、もったいないことだと思いませんか？皆さん、新聞読んでます？今日はこんな記事を拾ってみました。5月21日の記事なんですが、地域企業に貢献、人材育成、大学企業が協定というタイトルです。内容はタイトルに沿ったものなんですが、これってこれまでにあった産学協定ですよね。なぜ記事になっているのか気になったので調べてみました。そしたらなんと組織改編を決定した後、倉庫仕分け担当の社員を IT 技術者にしたあの有名な Amazon のリスキリング形態手法を取っていたんです。企業は生き残りをかけて社員が技術を学ぶ機会をしっかりと就業時間内に取り入れるのはよくある話です。その方法に学ばせ方の専門家である学校を活用して学びの中で出したアイディアが社会で通用するかも含めて実際に肌で感じ取らせる、すなわち基礎習得し復習や応用で定着させるメカニズムです。課題解決の提案、実験的実践を学校と組んで今必要とされる高度人材育成も目的にしたんだと思います。これなら仕事が終わった平日の夜の時間や土日の仕事の休みを学びの時間に当てなくっても個人のウェルビーイングを高め、その工程と結果が企業の質向上にもつながる、そんな企業にも社員にもハッピーな仕組みなわけですね。なるほどのリスキリング方法を教えてくれた記事でした。今日はリスキリングの相対的リスキリングについて話してみました。今日の内容は私の長いビジネス人生の中で何度も経験したことで、苦労して得たスキルを軽く教えてって言われると誰でも感情的に嫌な思いをするんですよね。吐きそうなくらいの緊張の学びの時間、あなたは知ってるのかって。営業開拓なら社内競争の原理で教えないことが普通ですが、スキルへのフリーライドに会うと単に面倒な時間が増えて、さらに自分の評価や誇りをかすみ取られた上に、一番重要なそれにかけたお金と時間を理解されず感謝もされない、気持ちのつながりがないんですよね。多くの人が苦しみ失敗した上に成り立ったのが新しい技術です。リスキリング、大人の学び直しの時間はそれだけに素晴らしい意義があります。それではお知らせです。番組ではリクエスト曲のほかに、番組で紹介してほしいご自身がやられたリスキリングなどをメールで募集しています。メールアドレスは英語で雪という意味の snow snow@rokinawa.co.jp です。
お相手は山川小雪でした。ではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。